こんにちは、ミスサヨミさん。新しい意欲ですね。2年目になりまして、新しい商品の策定ですとかね、あとは視聴者さんの悩みに寄り添うようなね、そんな Q&A がこれからも進んでいけばいいかなと思います。その中で新企画、視聴者さんに会いに行こうみたいなね、いいじゃないですか。広島に来る前に、少なくともですね、岡山があります。岡山にあの花屋龍馬さんがいるじゃないですか。花屋龍馬さんに会ってみたらどうですか。花屋龍馬さんに会った翌日、広島に入る。広島に入る前には福山っていうのもありますからね。もしくは広島に行った後に帰り道取って返す道すがら福山に寄るっていうのもいいプランだと思いますし、その福山の次に岡山っていうのもいいかと思いますし、さらに行ったらですよ、広島に行ったその足で福山に来て、福山に行った足で岡山のどこかで全員と会うみたいな、こんなプランもね、考えられちゃったりするんじゃないですか。これは楽しみですね。ということで12月のスケジュールね、私も大きく開けてお待ちしてますんで、ぜひご一緒させていただきますようによろしくお願いします。ミスタイムさん、マッチョになりたい。それではありがとうございました。